よし、じゃあ続きやっていきましょう。ついに、ジャック・ジャンの折巻すずルート最終回ですね。ユニベール公演が終わって、もう1週間が経つのか。先輩たちは卒業の準備中。私たち在校生は、学校の授業を受けながら、自主練習に励んでいる。公演に向かって駆け抜けるような日々を過ごしていた私たちにとっては、自分と向き合うために与えられたほんのわずかな休息時間かもしれない。私はこれからもユニベールにいられるんだ。でもユニベールにただいられたらそれでいいってわけじゃない。みんなと切磋琢磨しながら舞台を作っていくことに意味があるんだって、この最終公演が教えてくれた。気持ちを新たに頑張らないと。そういえば、すずくんどうしてるかな。すずくんの部屋に行ってみたけど、留守だった。屋上ではないだろうか。今日は休みだし、散歩でもしてるのかな。じっとしてばかりも良くないもんね。今日は土曜日か。みんなは何をしてるのかな。お、これはまたみんなにお話を聞きに行くんだね。じゃあ1年生ずからと言っても、そうちゃんだけだけど、聞いていこうか。そうじゃね。あ、お疲れ様、キサちゃん。そうちゃんルートをやった後だと、多分他のどのルートをやってても、そうちゃんの顔はちらついちゃうんだろうなと思いながら。お疲れ様、そうちゃん。今日も稽古してるんだね。うん。してもしても足りないくらい。だってほら、来月には新1年生が入ってくるでしょ。後輩のために時間を使うことが増えるだろうから、自分のことは今のうちにしておかないとね。先のこと見越して動いているんだね。だって、ジャックエースになりたいから。鈴くんがいることも、鈴くんがすごいことも分かっているんだ。まだ諦めてないよ。でも、僕は諦めない。僕だって、キサちゃんの隣に並びたいからね。もうその気持ちは、痛いほど、スズルートでも伝わってきたわ。スズのルートなのにね。スズのルートなのに、そうちゃんの、なんだろう、存在感は、すごくあったよね。特に大鳥との掛け合いというか、黙れ、のシーンとかね。僕もそう思う。鈴くんを見ていたら、うだうだ悩んでるのがバカらしくなっちゃった。僕も正直に行くよ。それに、クラス内で競争があった方が、来期のクオーツも盛り上がるでしょ。来期のクオーツか。キサちゃんが、クラスの中心にいるのが見えるよ。僕さ、入学式で久しぶりに会えた時、昔の面影を重ねてばかりいたんだ。それに、幼馴染だからって変に知った気でいっちゃってさ。でも、キサちゃんは僕の知らない時間を生きて、たくさん成長して強くなっていたんだよね。そんな今の君をしっかり見てたのが鈴くんだったんだろうな。だから、君に何かあるたびに気づいて、君を助けることができたんだ。そういうこと考えると悔しくなっちゃうんだけど、やっぱり僕も、キサちゃんの力になりたい。だって、これからも一緒にユニベールで学んでいけるんだもの。キサちゃん、これからもよろしくね。よろしく。いい子だ。じゃあ次は2年ず、みつき。ああ、立花か。さっきまで折巻がいたぞ。あら、そう、珍しいね、中庭に。そうなんですか？歌の稽古つけてくれって。足の痛み、だいぶ引いてきたみたいだな。1週間経つのにまだ引きずってるんだ、一応。仕方ないから、軽く稽古をつけて追い返したよ。まったく、休みだってのに。でも、稽古つけてあげたんですね。そう。まあな。あいつに成長してもらった方が、クローツのために。お、なんだか変わったな、僕。いっつも人から距離を置いて、遠くから眺めているばかりだったのにさ。
いつの間にか僕もクラスの輪の中にいて、これからは組長だ。ネジ先輩から引き継いでですよね。冬公演で決めてたからな。先輩がやってきたこと僕も同じようにやるって。最終公演の期間中、3年の先輩たちにいろんなことを教えてもらったよ。クラスを支えるって大変なんだな。いやまあでも三月ならできるよ。組長のネジさん、アルジャンヌだったフミさん、ジャックエースだったカイさん、3人が抜ける穴はとんでもなく大きい。でも最終公演の舞台を思い出すとやっていけそうな気がするんだ。何せうちには若手のジャックエースとアルジャンヌがいるからな。頼もしくなったよお前。新人公演の時は一人で不安そうに稽古してたのにさ。ちょうどその頃、城田先輩に稽古を見てもらいましたね。僕は2年になったばかりで、後輩にものを教えるなんて初めてだったよ。そこからか、僕が後輩に稽古をつけるようになったのは。ああそうだよね、キサが入ってくる直前まで1年生だったもんな。教えられる側だったもんな。お前も織巻もしょっちゅう稽古つけてくださいって頼みに来てたな。特に織巻は遠慮がない。織巻、初めの頃は歌もダンスも芝居もむちゃくちゃだったんだよな。でも当時から人目を引く何かは持っていた。それが何かいまいちわからなかったけど、最終公演で思ったんだ。あいつ誰よりも主人公なんだよ。しかも王道の。うん、そう、もうスズルートはザ王道みたいな。夢、希望、青春、友情、生き方とか考え方とか行動とか、そういうものが全部ドラマチックに見えるんだよね。そんなあいつの物語にいつの間にかみんな引き込まれてるのかもしれない。で、お前も織巻と同じ主人公なんだよ。お前はいつもみんなを陰から支えているけど、話の中心にいるのはいつもお前なんだ。そんな主人公二人が並んだらそりゃ強いよね。僕、お前たちが二人が一緒にいる時の雰囲気割と好きだよ。お互いに足りないものを補ってる感じがする。お前たちならきっとこれからも成長できる。期待してるからな、アルジャンヌ。来季もよろしく頼むぞ。はい。うん、なんだよ、美月も組長じゃん。すっかり、すっかり組長になっちゃって。お、ちょうどいい時に来たな。今から踊るんだ。稽古つけてやろうか。もうなんか卒業間近とは思えないね。いつもの日常じゃん。いいんですか？おう。俺がジャックで、お前はジャンヌな。卒業間近だからかな。あえてかな。惜しいぞ。そのまま。フィニッシュ。うん。最終公演後もしっかり稽古してるみてえだな。良くなってんぞ。ありがとうございます。こうやって稽古つけられんのも今日で終わりかね。あ、うん。なんだ、寂しそうな顔して。すみません、顔に出てましたか？ま、ちょっとは寂しがってもらわねえとな。俺もジャックでやれることが増えてきたところだから。惜しいわ、玉坂座行ったらまた姫役になるだろうからな。ユニベールでいうジャンヌですね。ああ、どうせならジャックエースもやってみたかったよ。でもスーのやつ、しっかりクォーツのジャックエースになったからな。もうたやすく取れる場所じゃねえよ、俺でもね。で、あのジャックエースについていけるのは
お前ってアルジャンヌしかいないだろうし、クォーツにアルジャンヌ任せられるやつがいてよかったよ。適任者がいないから仕方なく選出された主役たちじゃね。俺ら3年もいる中で今一番面白いものが作れるのは自分らだってお前たちは最終公演でちゃんと証明したんだよ。責任は重いと思う。お前自身背負うタイプだからな。でも三ツ矢宗師がいるし、スーもね。スーはいい男だよ。お前にとって何がいいのか悪いのかしっかり考えて行動できる。まあたまに体が暴走したり、逆に気持ちはあるのに体がついていけなくてパンクすることはあるけどな。きちんとお前のことを第一に考えられるいいパートナーだ。これからもお前のことを明るく支えてくれるはずだ。よかったよ、お前にそういう相手ができて。お前さ、人の輪の中にいるのにふとした拍子に消えちまいそうな雰囲気あったから。自分はいつだってユニベールを去る覚悟はできてるって顔してることあった。フミはさ、だってフミルートを、まあ、やった人ならわかると思う、ネタバレになるんだけどさ、最初からさ気づいてるからさ、今のセリフもさ、まあ、気づいた上での言葉だと思うんだけど。でも今は何があってもここで生きていくって命してるわ。貴様、どんなに意地汚くたっていい、最後まで踊り続けるんだ。この場所で困ったことがありゃすぐに声をかけな。卒業して今まで通り会えなくなったって、俺はお前の先輩だからな。あ、でもスーにちゃんと相談した後な。わあ、絶対繋がってる、まあ繋がってるって言い方もおかしいけどさ、知ってんだよやっぱり。ってなると他のルートをまだやってないあれなんだよな、キャラクターたちはどうなんだろうね。立花か、だいぶ暖かくなってきたな。大館山も春めいている。だって俺が今やったのってさ、幼馴染で最初から知ってる。でまあ、鈴はなんかまあ、ザ王道みたいな感じで途中で気づいたみたいな感じだったけどさ。で、フミもまあ、言っちゃ最初から知ってるみたいな。で、主人公ルートやったでしょ？本当ですね。ユニベールを卒業したら、この景色ともしばらくお別れだな。三月海黒斗のルートは、最初から知ってるぜみたいな奴らばっかじゃないだろう。玉坂座に入ったらまた新人だ。毎日忙しくなるだろう。自分が玉坂座に入ることになるとは思っていなかったんだがな。あそこに入れるのは月先輩やフミ、コクトのように才能がある選ばれた人間だけだと思っていた。なんて謙虚なんだ。カイだって才能の塊だぞ。カイさんもその一人ですよ。ほら同じこと言ってる。いや俺はそんな。あ、ダメだな。ありがとう。そう、ユニベールに入学した時は自分がいるのが場違いな気がして、うまく前に出ることができなかった。だが今度は違う。誰かに場所を与えられるのを待つのではなく、自分の力で自分の居場所を作っていきたい。最終公演折り巻きを見て初めて羨ましいと思ったんだ。ジャックエースとして舞台の真ん中に立つ姿が眩しくて羨ましかった。なんだか月先輩を見ていた時のような気持ちになって、ようやく気がついたんだ。悩み苦しみながら、それでも舞台で輝いた折り巻きのように、月先輩もきっと
俺にはわからないたくさんの苦悩を背負いながら舞台に立って輝いていたんだろうと。ああ、結構月について会話語るね。なんかあるのかな。思い違いかもしれないが、強くそう思ったんだ。才能がある人と自分を比べて、自分にはそんなものがないからと諦める言い訳にしてはいけないんだ。立花。はい。いつか玉坂座の舞台に立てた時、見に来てくれないか。行きます。お前は俺にいろんなきっかけを与えてくれた。だからお前に見てもらいたい。きっとその頃にはお前はユニベールを代表するアルジャンヌになっている。クォーツのみんなと織巻と切磋琢磨しながらな。お前の努力が誰かの心に響いて人を明るい方向に導くだろう。俺もお前たちの舞台を見に行く。卒業したのに先輩面をするのもなんだが、お前たちはいつまで経っても俺の可愛い後輩だからな。いや、先輩やん。めちゃめちゃ先輩やん。めちゃめちゃ OB やん。OB の鏡やん。おめえ、もう毎日来てよ。もう会は毎日来てよ。あーら、立花くん、見てこの部屋、綺麗になったと思わない？会毎日来てよって思うけど、ネジは毎日いそうだわ。来てよじゃなくて毎日いそう、勝手に。え？あー、机の上の本が何冊かなくなりましたか？さすが！君ならこの片付けられた部屋の美しさがわかると思っていた。だからもう片付けなくていいよね。そのままでいいよね。そうか。卒業するまでにネジ先輩の作業部屋片付けなきゃいけないんだ。片付け手伝いましょうか？何言ってるの？もう片付いてるでしょ。学校側の基準で判断されると思うので。ああ、やだやだ。社会ってやだ。大人ってやだ。すぐ自分の尺度で測ろうとするんだから。ああ、仕方ない。片付けるか。そういえば立花君、あの話聞いた？何でしょう。片付けたくないんだろうな。立花織巻コンビ、今人気沸騰中らしいよ。え、私たちがですか？早く君たちの舞台が見たいって要望が学校側に届いてるみたい。注意の時もすごかったけど、それに負けない勢いだって。ふーん。1年の段階で、しかも同期でこれほどまでに完成されたパートナー関係ってそうないからね。新しいスターの誕生ですよ。君たちを主役に見出した僕の審美眼、評価されるべき。何せ新人公演の時から目をつけていたんだからね。確かに。そういえば新人公演の主役、どうして私たちだったんですか？人と協力し合いながら舞台を作れる人間を選んだってのがまず大前提。入学したての頃は我こそが一番で、自分のことしか見えてない生徒が多いからね。そういうのも好きだけど、当時の大鳥くんみたいな。でも今さら語るまでもないけど、舞台って共同作業だからさ。新入生歓迎会の即興劇で他の同期たちと協力しながら舞台を作れる人材を見定めていたんだ。懐かしすぎる即興劇。さらにそこから主役を選ぶ作業に入るわけだけど、織巻くんと立花くんを見て思ったんだ。この子たちはお互いを深く愛し合えそうだって。才能を認め合い、互いを尊敬して、健やかに上を目指して励んでいける。君たちにはそういう要素を感じたんだよ。愛し合った結果、舞台の上でガチ中をかましたわけだけど。あ、いや、あれは。立花君、僕知ってるんだよ。え、何を？あれ、織巻君からキスをしに行ったように見えるけど、君がキスしてほしいと誘導したんでしょ。え、織巻くんはね、
何かと暴走しがちに見えるけど、君の合意がなければ基本的には動かないんだよ。何をするにも結構マメで、丁寧に確認するの。あの子、ああ見えて紳士なわけ。それは、そうかもしれない。最終公演の前日稽古、キスシーンで織巻くんが君にキスするのを躊躇したよね。あれ、シシアがキスを求めていなかったからだよ。実は橘君に原因があったんだよ。え？チャンスのシシアに対する思いは健全な青少年らしく育ちに育っていたけど、シシアのチャンスへの思いは柔らかな恋心で、キスなんて発想に行き届いてなかったのさ。そこのねじれが織巻くんにストップをかけていたんだ。もし本番でもシシアの気持ちが前日稽古のままだったら、チャンスはシシアを無理やりにでも壁から下ろしていたと思う。へえ、そうなのかな。シシアは生き残り、チャンスだけが克明となって、僕は慌ててシシアのその後とチャンス一人で成り立つ国名を考える。危ない、なんてギリギリな公演なんだ。でもね、舞台の上、織巻くんのチャンスのひたむきな姿を見て、君のシシアの気持ちがその先に進んだんだ。チャンスがシシアを求めたように、シシアもチャンスを求めたんだよ。シシアに自分と同じだけの、いや、それ以上の思いがあると知ったチャンスは、シシアを一人にはできないと思ったのさ。だから連れて行ったんだよ、一緒に。あのキスは永遠の誓いだね。だから、要するに、橘君が織巻君にキスされたかったってことなんだよ。え、今の流れからどう用したんですか？あれこれ言ったけど、本当にいいパートナー関係だと思うよ、君たちは。おのおの力があるのに、二人並ぶと何倍も何十倍も力を発揮できるんだからね。クラスにとって、ジャックエースとアルジャンヌの存在は大きい。僕が手掛ける最後の公演で、君たちが自らの手でその名を冠するのにふさわしい人間になってくれてよかった。君たちならクォーツをより楽しく面白い場所にしてくれると思う。これからのクォーツを頼むよ。君たちはクォーツの希望だ。さすがネジ先輩や。ああ、立花、校長が呼んでいた。今から来られるか。全部見抜いとったやな。校長先生が。わかりました、すぐ行きます。よう、立花。どうだ？ユニベールでの一年を終えて。大変でした。大変でした。そりゃそうだろうな。他の生徒たちとは違うリスク背負って、毎日やっていかなきゃなんねえんだから。実は校長先生バレてたんです。鈴にも。舞台のことでも、目いっぱい悩んでたろう。頭ん中、ぐるぐるしてんのが歩き方だけで伝わってきたわ。でも絶対折れないんだよな。この俺が一目置くくらい根性あるよ。お前はこの1年間でクラスに必要とされる人間になった。大したもんだよ。お前が女だってことが世間にバレたら、ユニベールにいられなくなるのは変わりねえが、貴重な人材を失いたくねえんだ。気を引き締めてこれからも励めよ。はい。なあ、覚えてるか？俺が声をかけたあの日のこと。神社ですか？ああ。俺はお前に、橘月は天才だった。お前はどうだ？って尋ねたな。お前も天才だったよ、橘貴様。ここのセリフはあれなんだ。多分誰のルートを通っても統一なんだね。このユニベールで
お前の夢を叶え続けな。はい。ほんと大した玉だよ。あいつもだけど、折巻鈴もな。うん、こう言っちゃなんだけど、折巻きっかけであいつが女だと周囲にバレるんじゃねえかと思ってたわ。隠し事ができない生徒ですからね、折巻は。あ、鈴が気づいたことも気づいたのか、気づいてたのか。でもそれを逆手にとって極限まで隠さないことで隠せるようになった。あいつが女だって知らねえやつは、立花と折巻はユニベールの中でも特殊なパートナーだってことで納得しちまうだろうさ。あいつが女だって知ってる俺たちの方が反応しねえように気をつけなきゃいけなくなっちまったよ。ま、芝居の稽古だと思って付き合ってやるか。あいつらがどこまでやれんのか興味あるしな。小さい頃、月兄とそうちゃん、私の3人でやった演劇ごっこ、ユニベール劇場で見て憧れた華やかな舞台。夢を諦めようと必死だった私、その夢をつないでくれた校長先生、試験を受けて合格してユニベールに入学することができて、公演に向かって同期や先輩たちと駆け抜けてきた。当たり前みたいに同期の鈴くんと仲良くなって、何度も何度も助けてもらった。私が女だって知っても受け入れてくれて、今じゃパートナーだ。これからも一緒に舞台に立てる、このユニベールで、クォーツで。お、立花。鈴くん、どこに行ってたの？散歩。足だいぶ良くなってきたからさ、慣らしとかねえと。お前は何してたの？校長先生と話してたんだ。校長先生がユニベールでお前の夢を叶え続けなって言ってくれたんだ。そっか。うん、そうじゃないと俺の夢も叶えらんねえからな。パートナーだからね、私たち。あ、どうしたの？あのさ、ちょっといいか。言いたいことはあるんだ。お、風も暖かくなってきたな。やっぱ屋上か。本当だね、鈴くん。言いたいことって？ああ、夢叶えるためにいつも頑張ってるところ。え？優しいところ、真面目なところ、稽古がうまくいった日は嬉しそうにしてるところ。あ、これあれか、好きなところを言うっていう。どうしたの鈴くん？みんなのことよく見てるところ、俺のことよく見てくれてるところ、俺が声かけるとじっと俺の目見て話聞いてくれるところ。これもしかして？うん、好きなところたくさんある。話し出したら夜が朝日に蹴飛ばされて、太陽が一気にてっぺん登って、いつの間にか真っ赤に染まって、また夜が来て朝日に蹴飛ばされて、それを何度も何度も繰り返しちまうくらい好きなところたくさんあるんだ。だからさ、先歌ってきてくんねえかな。国境公演成功させて俺たちの夢叶えてさ、でヒルズのみんなにたっぷり褒めてもらって、その後俺がどんだけお前のこと好きか聞いてくれよ。まさかあれ？それから
鈴くん、なんだよ、まだ終わってねえぞ。でも、それに俺が終わんねえと聞けねえじゃん。お前も聞かせてくれんだろ、その理由。あ、私が鈴くんのこと好きな理由。さ、もう知ってるだろうけどさ、俺はまだ言ってなかったから、ずっと言いたかったから。言うわ、橘好きだ。ああ、ここに来てようやく。お前のこと、橘のこと、すげえ好きだ。鈴くん、好きなとこマジでいっぱいあって、毎日毎日増えてくばっかりで、多分全部言い切れねえ。そんくらい好きなんだ。お前は？え？俺のことどう思ってる？私は、ここははっきりと好きって言おうか。好きだよ、鈴くんのこと。やばいな。あ、橘、こっち向いて。うん。チューするのか？するのか？好きだ。これからも一緒にユニベールで夢を叶え続けような。はい、ということで、ジャック・ジャンヌ、折り巻きスズルート、これにて完結です。いやー、どうでしたか？まあ、まだ全部のルートやったわけじゃないんですけど、まあ多分スズルートが、なんだろうな、一番、まあ美月も言ってたけど、王道なんじゃないかなと思います。いやー、本当に夢という言葉がすっごいいっぱい出てきた。夢、一緒に並んで舞台に立つ夢、まあラブというか、なんて言うんだろうな、凍土というか、そういうのは他のルートに比べて若干、まあでもちょっとその凍土の種類が違うかったかな。うん。ちょっと切なかったね、あのクリスマスの、お前女だろうのところは。うん。あと、スズの調子が悪くなっちゃうところね。あえてこう気持ちをこう、隠そうとするっていうのかな。あとあれね、このスズルートをソーちゃんルートの後にやったからさ、ソーちゃんのそのちょっとした間というかさ、点々点とかっていうのも、なんかどうもソーちゃんの気持ちがちらついて、大鳥がさ、ちょっとまあ煽るじゃないけどさ、まあいつもの調子でさ、どうしたヨナが遠くを見ているぞみたいな、黙れそうちゃん。あれは重かったね。びっくりしちゃったけど。で、なんか、キスについて、キス感について、前日だったかな？前日ぐらいに語ってる時に、なんで、俺たちは、あいつのキス感を聞かされてるんだ、みたいな。そうちゃんが、大鳥の意見に同意してたのは、まあ、面白かったけど。うん。あと1年生バトルね。これもまあ、ザ青春って感じだったね。
他のクラスももうどんどんガンガン1年生を前に出してきてぶつけてくるっていう競い合うみたいな。あと俺の一押しのうつりね、うつり、うん、よかった本当に。途中まあ注意のね言葉で、お前は結局はその俺のためといつもいつも自分のためだっつって言われて気づいて、それでようやく吹っ切れて、そうだ俺は俺自身のために注意さんの隣に立つっつって決断した滝姫は、それはもう我しなりの完成形だったっていう、天才ネジ黒刀でさえも完成させられなかった我しなりを、ついに移りが完成させたっていうね。で最後にはまあ負けたんだけど、アンバーは負けたんだけど、注意は収穫はあったと、アルジャンヌを手に入れることができたと、だから収穫はあった。注意やっぱりいいやつ、すごく良かった。スズルと移りが報われて良かったよ。今年ユニベールの倍率40倍近いらしいぞ。去年より増えてんじゃねえか。今ユニベール勢いあるからな。ああ最終公演とか。はい、次のグループダンスルームに入って。でこの試験官、まあキサとか、うん、スズとかソウちゃんとかの入試の時もこの試験官だったんだけど、この試験官はどうやらエニス先生らしいですね。僕最初気づかなかったんだけど、うわイケボの試験官だなとか言ってたらコメント欄で、まあ、エニス先生じゃないかなみたいなあ確かにこれはエニス先生らしいですね。失礼します。あクオーツのアルジャンノだ。立花キサあったよな、新人公演期待のアルジャンヌ。夏と秋は異例のジャック転向で、冬と最終は再びアルジャンヌを演じ切ったオールラウンダー。アルジャンヌだと女の子にしか見えなかったけど、普段は美少年じゃん。では今からダンスの試験を始める。受験生には本学生の模範演技を見ながら同じように踊ってもらう。お手本は本学生の立花キサ君だ。よろしく。ああ、ここキサになったんだ。フミがやってたもんね、これは。はい。この役割はね。ダメだ。立ってらんねえ。このセリフも1年前と同じセリフじゃん。コーツのあるジャンヌ。体補正のに体力すげえ。これから歌唱の試験、それから面接と続くので。呼ばれるまでホールで待機していてください。では誘導します。あ、やべ行かなきゃ。ホール、ダメだ、クラクラする。お、大丈夫か。ホールは向こう、頑張れよ。今のってクォーツのジャックエース、折巻すずさんだ。あやべえ、かっこいい。すごいな、クォーツのジャックエスとアルジャンヌが見られるなんて。俺折巻立花ペアすげえ好きなんだ。最終公演すごかったんだから。俺絶対ユニベール受かる。あの人たちと同じ舞台に立つ。お疲れ立花、ダンス交代に来たぞ。ああお疲れ様、鈴くん。もうそんな時間なんだね。試験どんな感じ？みんなレベル高いよ。うわーやべえ。一年入ってくる前に稽古しとかねえと。でもいいよな、みんなやる気いっぱいでさ。なんか去年思い出すわ。私たちのユニベール受験だね。そこで鈴くんに初めて会った。そうそう、たくさんいる受験生の中に立花がいてさ。見た瞬間女じゃんって思ったんでしょ？思ったし口にも出してたね。ああ違うんだよ。違うのか。え、ホールでお前見つけた瞬間思ったんだよ、可愛いってさ。